こんにちは。アマゾンエスサポーター、堀秀夫です。今日は商品探しをしていてね、えー、新規の商品、まあ、割とお熱心に探す。ところが、肝心なね、売れた商品の関連商品探しとか、まあ、補充がね、ちょっともったいない、探し足りないとかね、補充するべきものを見送っちゃうっていうのが見えるんでね、まあ、そのチェック方法、ま,あ、まず、このセラーセントラルのオーダーズってところで、マネージオーダーズ、えー、クリックします。 そしてね、ここにずらっと売れた商品が出てくるんですけど、下にね。ま、出てこなかった場合は、ビュー w FBA オーダーズというところをクリックしてください。これ自分で発送した分とね、FBA と分けて出るんですけど、なぜかね、FBA しか使ってないのにね、自己発送のリストになっちゃってると。なんで売れてないの全然と。びっくりしたことあるんですけど、そんなことないです。売れてて、ま、表示されてないだけなんで、ビュー FBA オーダーズをクリックしてください。 まあそうするとね、えー、この下にこうずらーっと売れた商品が出てきますんで、まあその画面キャプチャーをいただければ、ね、えー、この商品を補充しましたかとかね、えー、この関連いくつ見つかりましたかって、ね、えー、この商品儲かりましたか、まあそういうのを聞いてね、関連商品探し、補充のアドバイス等をします。まあこれは個別サポート会員さんの向けのサポートなんですけど、まあ、これをね、毎月やってもらえば、まあ、 順調に、え、利益の取れる商品は見つかっていきます。ま、ここ、ね、売れた商品を起点に、え、連商品を探す、補充する。ここをね、え、おろそかにしちゃうと、まあ、頑張って商品探しをしてもね、え、なかなか、え、売上も利益も増えないということになりますんでね、え、ここを力を入れてください。まあ、自分で見てみてね、なるほど、これ系が自分強くて儲かってるんだなと、読めれば、ね、個別サポートじゃなくても自分で判断して、その商品を、ま、どんどん増やしていくと。 得意な商品をどんどん扱うって形にするのが、まあ Amazon で稼ぐ近道なんでね、そんな形で稼いでいただければと思います。また、ご質問、ご報告とありましたらお待ちしてます。アマズイスサポーター、堀秀夫でした。